続いての告発者はこちらもかまいたちの公式妹を自称する女性。濱家さんは今人気と実力がこう見合ってんないなと思います。本当濱家さんはもうご自身は大喜利全くできないのに大喜利のアドバイスをくださったりして。黙れ消せ VTR。 10代の頃からかまいたちと共演し2人を兄のように慕っている NMB48 渋谷渚、彼女の告発内容とは。かまいたちさんは本当に東京に行った途端にお二人ともこう歯を治されたんですね、うん、でも本来お二人はそんな人じゃないんですよ。どういう意味やねん。山内さんは前歯がこう重なってましたし、濱家さんは前歯がこう奥張ってて奥に入ってたんですよ。奥張ってるってなんや。今の時代ってこうやらせとか嘘とかダメじゃないですか。いや、かまいたちさんは本当に好感度を上げるのに必死で、いやだな。お前が歯をいじってきたからや。されて2人でこうずっと国民を騙し続けている。好感度欲しさに偽りの姿で国民を騙しているという。他にも私が SNS でグラビアのオフショット写真を載っけたんですよ。そしたら山内さんからエロい写真載せてんな、エロい写真載せてんな、エロい写真載せてんな、またセクハラ、 LINE が来て。セクハラじゃないんです。虫人間みたいなスタンプエロい写真載せてんな、急に届いて。いろんな芸人さんにすごくお世話になってるんですけど、その中で唯一山内さんだけ私のことをこういやらしい目で見てるというか、やっぱその写真でこう確信を持ちましたね。いや褒めただけやん。精神的苦痛を強いられるセクハラまがいの LINE といやらしい視線、それを踏まえた請求額は。なんで請求されなんか。80万円請求します。大きいよ。渋谷は山内に80万円を請求。告発内容をもとに算出された支払い金額は。山内は渋谷渚さんに80万円支払うべきです。満額やんけ、はい、その理由は。そうですね、やはり純セクハラなんですけれども。セクハラじゃないんです。こいつのだけガチじゃないですか。ガチじゃない。おいガチじゃないね。褒め言葉で言っただけなんですよ。褒め言葉、いい写真だったなとか、そう褒めても変じゃないですか。だからちょっと照れ隠しで下ネタチックな感じで送るっていう。ほんまにセクハラで訴えられてるって言う分。言い分がマジでセクハラの言い分。一切セクハラの意図はないんですよ。金額に加えて虫人間のスタンプの使用を禁止します。虫人間は使うのよ。送られてきますね、虫人間ね。では続いて自称かまいたちの兄貴ビタミン S お兄ちゃんさんお願いします。はい、東京で初めて見た。東京で初めて見た。初上陸。東京初上陸。東京初上陸、はい、私はかまいたちと同期でありまして、濱家とは東京初上陸。山内は大阪の唯一の友達が私でございます。全然しゃべらない。仲間だろ。怒りに震え雨神を続けるビタミン S お兄ちゃん。山内に銭を要求せざるを得ない事件とは。ある日大阪に山内が帰ってきて飯に行こうと誘われまして、飯に行きました。でその時ちょうどラッドウィンプスさんも大阪でライブがあったということで近くで打ち上げをされてたんです。でその時に山内はまあ野田さんと友達だということで連絡を取りまして、じゃあそっちに行くわっていう感じで言いまして、僕も連れて行かされることになったんです。ええやんな。いやでも僕はね、野田さんに会える初めましてです。会ったこともないに気まずいんですよ正直。じゃあ打ち上げ会場、野田さんをはじめラッドウィンプスの皆さん、そこでかまいたちの山内くんが来た時に、うわ山内くん来た、わーってなったんです。でそこで山内がビタミン S のお兄ちゃんですって言ったら、しっ、まあ、そらそうお前が悪いのお前。でね、その後になんか野田さんにカッコつけて、めちゃくちゃすごいマジシャンがいて、そこはマジックバーやってるんですよ、
僕車あるんで一緒に行きましょうよっていきなり提案を始めたんですよ。でもその車って僕が運転してる車なんですよ。勝手にこいつはそのことを提案して僕を運転手扱いしてるんですよ。何があかんねん。そのマジックバーが近かったらまだいいですよ。大阪から40キロ離れた神戸市灘区遠いんだよ。片道1時間往復2時間アーティスト会宝ですよ。後ろに乗せて俺はこのガチガチや運転こんなもんそれ乗して運転手扱いするなよ。そうだするな。ひどいぞ。野田洋次郎の前で前々前世まで遡る恥をかいたお兄ちゃんの請求額は神戸までのガソリン代高速代運転代含めて100万円要求します。山内さん反論があればお願いします。ラッドウィンプスさんのことをお兄ちゃんが好きかどうかっていうのも聞きました。もちろん聞いてんねや。話違うね。野田さんみたいな感じで行く行くってその時は言われました。話違うやん。 YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンを